はははい、えー、皆さんこんんんここにちは、えー、こんばでんですすね、えー、レクセン人講師のンですそれでは、えー、司法書士試験のですね本日は中上級者向けのお無料公開講座といたしまして、えー、初級知識を最大限に生かす2年目合格必勝法といたしまして、えー、約1時間ほど私の方からお話をさせていただきたいと思います。 生ではこの渋谷駅前本校からそしてこの映像は今あの全国のレックの各本校につないでおりますので、えー、まあ2年目受験生をメインとしてですね今日たくさんの方があの見てくださってるんじゃないかと思います。 えー、ウェブでも、まあ、あの配信を予定しておりますのでもしかしたらあのパソコンの画面の前で、えー、聞いていらっしゃる方もいらっしゃるかと思います今日はあのまだ本試験から1週間も経っていないというです、ねえー、この時期にです、ね、あの実施しますガイダンスなのでいろいろまだわからないところまだ判明していないところもございますけれどもできる限り最新情報をお話ししていこうというふうに考えているところです、えー、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います それでき今日お配布いたしましたあのレジュメと呼びますけれども、皆さん、あのちょっと生クラスの方、バタついてしまって申し訳ありません、えー、レジュメの全17ページまでのものを、ですねどうぞちょっとお開きいただきましてあの、お手元にご用意いただきまして、タイトルが今、読み上げました初,初級知識を最大限に生かす2年目合格必勝法と書かれたものです。こちらを使いまして、お話をしていこうと思います。 でタイトルにもございますとおりあの本日は主にあの初級講座を、ねえー、受けられて、まあ、実質的には今年が1回目の受験だったと、まあ、もちろんそれは純粋に1回目ということではなく、まあ、あの自分が全、ねえー、科目のインプットをし終えて1回目の受験が今年だったというような。 方を対象にお話をしていこうという試みになってまいります。ですからまあタイトル上その三回目四回目などのねある程度回数を重なっていらっしゃる方はまあいらっしゃらないかなという前提のもとにお話をねさせていただくことはどうぞご了承ください。 それでは、えー、まずあのページ目1ページ目のところをちょっとご覧になっていただいてさあ平成28年度の筆記試験、えー、まだ終わって5日ほどしか経っておりませんけれども、まあ、皆さん方ねまだあの興奮も冷めやらぬといいましょうかいろいろな意味のまあ悔しさ、ね、そして達成感いろいろまあ引きこもごもだと思うんですけれども、まあ、あの非常にいい情報が錯綜しておりまして。 えー、例年以上に、ね、今年の、えー、ちょっと基準点予想は至難を極めているというような状況です。非常にあの基準点予想に関しては我々、レックは皆さん方のご協力のかあってですね、えー、成績診断の、まあ、に協力してくださる受験生がどの予備校よりも桁違いに多いので、まあ、まず毎年あの、基準点予想を外してはいないのですがちょっと、ね、今年の,あの基準点の予想をするにあたって、えー、バンクルアスな情報を1つ。 非常にあの試験直後から、えー、成績診断にです、ね、あのマークシートを提出してくださる受験生の方があまりに少ないであの例年ですと、非常にあ,の、まあ、ある意味よくできたというか、ね、自信持って、えー、自信持ってというかある程度合格を狙えるんじゃないかというそ非常にあのよくできたなと自負する方が バババッとと試験直後に皆ささんんマーークシートを提出してくださるるいう傾向があるんですですから一挙にですね日曜日試験で月か水のところで非常にあの平均点がグワッと上がってで非常にあの成績が良かった人たちが先にマークシートを出すものですからすごくこう成績がこう上がっていくとでところがそこからだん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 まあそれほどじゃないけれどもまあ一応出しておこうかという方が出していくことによって若干こう点数が下がっていくというね。 そしてあの1週間後、毎年レックでは徹底検証会をちょうど1週間後の日曜日に、えー、全国配信で、えー、私、ほか、根本さん、や原さんと 3, 3名で、ね、実施をするその頃には約1000名前後の,、まああのえー、参加者の、ね、会合あって、まあ、大体こう落ち着いていくでその1000名前後の方の、えー、ご参加あいただいたデータをもとに予想するとまず外さないというのが例年の傾向なんですが。 ですから最初、点数が上がってだんだん下がっていくというのが毎年の傾向なんですねところが今年は実はあの、えー、最初の月か水のところで思いのほか人数も伸びず成績も上がらず、えもしかして午前25っていう、ね、あの午前の基準点予想が25も実さないというような数字になってしまったと。 でちょっと正直、これはちょっと、えー、そりゃないだろうというようなね驚きを持って我々もちょっと固唾を飲んで見守っていたところなんと木曜あたりから徐々に徐々に上がっていくという、ね、成績が逆に上がっていくという世にも稀な動きを見せてちょっとこう正直どういうことなんだということがちょっと少しねあのびっくりした次第だったわけです。でいろいろなこう情報を集めて、まあ、さっき根本さんとも話したんですけどああ、ことあれだねと今年あのお去年できた方たちがあまりに今年の午前が伸びないね。 まあ、特に午前ですね去年30超えが当たり前だった試験だったそして30当然超えてきたような受験生が、まあ、あの今年あまりに午前を取れないと、ね、いうことでもうこれはダメだとサジを投げて、えー、成績診断のマークシートを提、ね、出するのを実は控えていたんじゃないかともう、まあ、諦めてしまってね、えー、もう成績診断出してもしょうがない、ね、もう負けを、まあ、あ,のある意味、まあえー、予想して出さずにいた方たちというのが一定数いらっしゃったんじゃないかと。 ところがそのネットの情報だなんだでねいろいろこう情報が、まあ、月下水あたりで出てきてなんだ思いのほかみんなできてないじゃないかな。 ようなことが分かってじゃあもしかしてあれじゃない私も可能性あるんじゃないっていうところで水曜日あたりから皆さん方がこうマークシートを遅ればせながら出してこられたそうすることによって実はあの後から出した人たちの方が成績が良かったというねまあなんとも皮肉な状況でどん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 偏差値並びに平均点が下がっていくというね。 えいうような状況があ逆転現象今まさに起こっているところですですから最初あの月火水で出てきた低い数値よりも今上がっている状況です、えー、ですので正確な基準点予想は特に午前のところがねあの、えー、非常に今年ちょっと読みづらいなと思うんですが、えー、まあ例年のことですからあのデータを揃えたいという意味をあって今日は言いませんよ今日は言いませんあの えー、2日後のですね7月10日の徹底検証会、これ、水戸橋本校から実施します、徹底検証会のところで、レックとしての最終予想をお話しさせていただきます。であの明日は梅田駅前本校で、まあ、あのその前日に、です、ねまあ、10日の前日だが、明日九9日、えー、いち早く徹底検証会をやっていきますので、まあ、あそこ、暫定値では梅田の方でもお話をしてきますけれども、まあ、正確なレックとしての判断は10日までお持ちください。 で今のところではあの最初の,、ね、あの少し低いかなと予想していたのように若干持ち直してるとだけ申し上げておきます。で、私が当日予想した午前の基準点は27でしたので、まあ、そこからずれるかどうかというのもねちょっと今、私自身もまだわかりません、まだ決めてません、えー、まだ判別できていないところですので午前の基準点、ね、どうぞあの最終的な判断をお待ちいただければと。 で午後の方はですね、あのどうやら例年通りというような予想になろうかと思います。例年通りというのは昨年と大きく基準点が変わらないんじゃないかなというようなところがね、まあ、今、分かってきているところでここもまあ最終的には根本さんが、えー、責任で根本さんの責任であの基準点を予想しますので、まあ、彼に任せますけれども、まあ、午後は、えー、大きく軟化ということでもまたは優しくなったというところでもなく相変わらず難しいというのがね、えー、まずは第一報の感想かなと思います。 さてそれでは午前はあの非常に大きく南下したと1点は2点の南下ではありませんもう本当に4点以上の、ねえー、南下傾向そして午後はまあ相変わらず現状維持でもともと難しいところ今年も特に優しくなるわけでもそれ以上に難しくなるわけでもなかったさあそしてあの大きく今年の傾向として言えることは、まあ、どうやらもうないんでしょうね。 もういいですもう,もう、ね、来年以降、私も推論型問題というのをやめようと思っています、もう推論はあとにかくこれはもう出ないということで、ほぼ確定じゃないかと。 そして個数問題に関してもですね、これはあの予想では、今年個数を多くしてくるんじゃないかという予想が私はじめ他の講師もみんな言ってたんですがどうやら個数を増やすつもりはないようですね。個数問題は会社法で2問まあ午前に関してはね2問のみということで個数問題を増やすという傾向は今年も見当たらなかったと。 非常にね、あの、単純整合型問題が増えたのが、あとちょっとしたね、特徴ではありますので、えー、そういったところもちょっとこの後お話をさせていただきます。そして何とも言っても、やっぱり記述問題。皆さん方をね、非常に苦しませたと思います。えー、記述の、まあ、とにかく分量の、まああ、多さ。 特に不動産東京の記述の,あの分量は、えー、正直、えー、講師としてですね、あの時間の制約なく解いているのであれば特に問題はなかったと、まあ、私も解きましたけれども、まあ、あの特にね、えー、一つ一つの論点が難しいとは思いませんでした。なんですがあの限られた時間の中であの問題をやれと言われたら正直皆さん方の、ね、苦労やいかばかりだったかというようなことがね、やっぱり察せられます。相当あれは厳しい。 でえー、レックのスーパー公開模擬試験の1回目のお不動産東京の記述とほぼ論点が被ってましたので的中とは言い難いと言,言ってもねあの論点がまあ大きく名変合併、抹消というのが、えー、スーパー公開の1回目とほぼ被っていたことがあって、まあ、非常にそこに気づいた方はラッキーと、ね、いう,ふうに思ったよという,ような声をいただきましたけれどもそうだとしてもねあの論点が被ってその恩恵に預かったとしてもあの大名、ね、変だ。そしてまたあの、えー 抹消を2件ね。まとめて一括申請できるかどうかの論点、空いたところなどは正直あのそりゃないなっていうのはまあ難しい。いました、民事再生という言葉にまあ心折れちゃった方も続出ですから、もう相当記述の不当法はこれは難しかったと言っていいと思います。ただ、あのちょっと私は記述の担当解説講師じゃないので、まあ言っちゃいますと。と、えー、抹消の一括申請は今年合格者の方、まあ、つまり、今年結果として合格する方であってもまずできないと思います。 あの抹消を一括抹消するというのはほとんどの受験生がまできてないのであれがあのおいわゆる合否を決める、ねえー、決定打になるということは絶対ないですからあ,あの点を間違えたということで枠ずれだ枠ずれだと騒ぐ必要は全くありません。あそこはもうみんななできない で私も教えてませんで大きなこと言っちゃうとあれなんですが、寝、え、帝、ーね、等と帝等権の一括抹消ができるというのは積極的に教えた覚えがありません、根本さんも教えてないと言ってましたであの、とある予備校講師の記述本では、あれは一括申請できないという、ね、あの問題を作ってしまった講師もいたようで、でまあ、ネットでごめんなさいしてましたけれども、まあ、正直、予備校講師のよく教える論点の中にも含まれていなかったです、ね。 ですから、あそこがあの命取りになるということはありませんので、そこをまあ気にする必要はないかなと思います。ただ、そうは言ってもね、非常にあの傾向というか、分量が多かったというのはね、間違いありませんから、記述は相当、これ悪戦されたと思います。 であのもうね、多分自分受かったよみたいなもう勝利宣言をされている受験生確かにいらっしゃるんですいらっしゃるんですが、そういった方たちの声を聞いていると、えーまあ、先生が言ってたから、とにかくね、あの難しい方からやるなっていう、ねえー、の思い出して、僕は不動産東京を途中まで解いたけど、えー、その場でこれは無理だと判断をして、消灯法からやるということに急遽変えたんだという方が、ね、非常に一定数いらっしゃいます。 であのその判断が成功したというね、まあ非常にそういう声は多くの方からいただいてますまあ私が、まあ、かなりそういったことはあの直前期に言ってたんですけれども、不動産投票途中までやって、これは無理だと判断して、もうじゃあ、片方は絶対簡単だと踏んで、ショート法の方に行ったら案の定ね、ねショート法はまああのそれほど難しくはなかった。 ショート法を早々に終わらせてまた不動産投記に戻ってなんとか2段のね途中まで書いてまあそれでもタイムオーバーで全部は書けなかったけどえーでもね消灯法はほぼ完璧にできた、ね、でまあそういったような形でまあ致命傷を免れているて、ね、でまあ自分でもまあそれで大丈夫だろうと踏んで先生これ僕ってもしかして受かってますよねっていうようなことを言ってくださってる方はだいぶいらっしゃいました。 でもね、まあ、1回目の受験生の方にそれをやれというのはなかなかね場数を踏んでらっしゃらない皆さんがその本場のあの時点でねあの本試験のあの時点でこれは無理と思ってショート校に行くという判断ができたのか、ね、それは私は初級講座でも言ってたんですけど片方は絶対簡単だから簡単な方を見抜いてそこからやんなさいと、ね、どっちからやるというのは決めない方がいいとは言ってましたけども当日のあの本試験の切り切り前の状態でその判断をするというのはよっぽどの苦労ともしくはカ、えー、数を、ね 相当踏んでらっししゃるようなななベテラン勢でないいとと正直難しいかなと皆さんにとっては返す返すも、ね、ちょっと今年の試験は、えー、非常にあの厳しい色々な、ね、いろいろな要素がてんこ盛りだったんじゃないかなとは思います。ですがあの1回で、ね、合格したんじゃないかというような、まあ、そういった報告もです、まあ、確かに来てはいますので、えー、決して1回で受かることが不可能な試験ではまたなかったとで26年がそうだったように、ねあのえー、午前が南下すると一発合格者が増えるんですね。 ですからそういった意味では午前が南下した今年も一発合格者は26年並みには回復するんじゃないかと思います。昨年が少なかったですから、そういった意味では1回で受かることが不可能な試験ではないということは言えるかと思います。 じゃあ,、まあ、あの何が、ね、じゃあ自分に足りなかったのか、ねえー、また自分に、ねえー、至らなかった点はどこなのか、まあ、もちろん傷に塩を塗るつもりは全くないんですけどもちょっとこ,う、えー、これから先少し午前科目を中心に、ね、あの午後に関してはあのそれほど大きな傾向の変化がなかったので、まあ、もちろんありまして登記模読み取り問題が多すぎたとか登、ね、記模読み取り問題が多かったなんていうのは実は。 午後の大きな特徴ではありますけどそれはまたあとで最後にお話しさせていただくとして主にちょっと午前の部の方ねちょっと焦点を当てて、えー、1年目の受験生の方じゃあ何をどこまで取れていなきゃいけなかったのか。 でどの問題が取れていれば1年目の勉強自分の成果は出せたと言えるのかというところいくつかちょっと格論的に問題を絞ってね説明させていただきたいと思いますそれがあの1ページ以降の2番1年目の学習の成果が問われる問題というところなんですでまずですね えー、いいですかこの第5問目の民法の代理についての問題です。皆さん問題持ってらっしゃらないかと思うので、えーまあ、ちょっとこう問題を挙げておきましたけれどもこの代理の問題、正答率昨日現在93.2%の方が正答しておりますつまり、えー、正解者が、えー、93%超、ね、だ絶対に落としてはいけない全、えー、合格者、全受験生からして絶対に落としてはいけない問題というふうに言えるわけなんです。 でこの問題をまず落としていないかどうかというのを1つね、えー、検討していただきたいんですで。ちなみにこの問題は正解が3番です。3番、糸、絵が誤っているもの誤っているものが藤絵である正解3番の問題なんですがこの足、何一つとってですねこの足の情報を知らないという方は多分いらっしゃらない、ね、だから組み合わせを使うまでもなく全足検討、全足正をしなきゃいけない問題だったと言えるわけなんです。 でこの問題をそもそもやはり落としてしまうという、ねえー、結果になったのであればやはりあの1年目のご自分の勉強にどこかしらボタンのかけ違いがあったというふうに言わざるを得ないと思いますですからこれが1つね絶対の落としてはいけない、えー、一足たりとてこの正誤判断ができない足,足があってはいけないというそういうまあキーになってくる問題だと思ってください。 そしてまた次の第16問第16問これ債務不履行についての損害賠償一般的に皆さんが苦手意識を持つ分野ではありますがこの第16問の問題これ正答率94.6%です94.6%でもう本当にあの35問中1には争う高い正答率なんですね、えー、1には争うどころじゃないか一番、えー、あの昨日現在の正答率ベースだと一番あの正答率が高かった問題です といういことはこの足、やはり組み合わせで消去法なんて言ってる場合じゃなかった問題この足に関してはもうとにかくすべて正語判断した上で完全解、まあ、1番が正解ですよ1番の正解というのを読み取れなければいけない逆にこの問題が読み取れなかった方読み取れなかったというか正語判断できなかった方は1年目の勉強なんかあったよねとなんか分かりやすい敗因があったよねと言わざるを得ないと思います。 ちょっとねあのその範囲としての分析はまた後でさせていただくとしても1つね、ねキーになってくる問題その2ですね、第16問ですでは次、第17問見ていきましょう次の3ページご覧になってみてください3ページ、連帯債務と連帯保障今年はねあの債権の格論で横断整理とせずに債権の総論連帯債務と連帯保障という一見、えっていうねこの論点について横断整理をさせてきたというのが特徴です。 この問題正答率が先ほど2問ほどは高くないですけれども、えー、やはりあの80%を超えてくる問題なんですね。ということはこれいわゆるレックでいうところの AA ランク A ランクの問題、えー、嘘嘘ごめんなさい80超えない77.9%失礼しました、77.9%レックでいうところの A ランクですね A ランクの問題でも、A ランクは絶対落としてはいけないの一つですからやはりこれも落としてはいけない類の問題に入ります。 でちなみにこの連帯債務と連帯保証のこの問題いわゆる1粒で2度おいしいというね、2度おいしいとか2、えー、つの論点を一足ごとに聞けるので実質10個の知識を聞いてくるタイプの問題です。でこれはあのやはり連帯債務と連帯保証という、ね、皆さんが苦手意識持ちがちな論点だとはいえやはりこちらも完全に答えが出ないと正直、しんどいな正直1年目の勉強おい、どうしたんだっていうふうに、ね、言わざるを得ない。 やはりあのどこかしら自分の1年目の勉強に何かあったんだと思わざるを得ないような、まあ、そういうレベルなんです。でこの問題が解けなかったということは何かあると思ってください。何かね1年目の勉強に何かあるんですよ。 絶対にそれな、ね、何なのかを皆さんに、ね、突き詰めてもらいたいんですけれどもそのヒントとなる、ね、それを見つけるヒントとなることはこの後お話をしますけれどもこれ1番が正解ですよ1番正解というのにやっぱりこれたどり着かなきゃいけないまぐれあたり消去法を使わずにですね使わずに1番を正解と見抜いてほしかった問題で1年目の成果が問われる問題を今挙げてるわけですから今挙げてるものは絶対何一つ落としてくれなさんなという問題なんですよ。 次に行きましょう。22問目。これ、あの、相続と登記の問題で、いわゆる親族相続の分野のところに配置されていたんですが、もう完全にこれ、物件の問題ですね。で、あの、問題間違えたんじゃないかというぐらいの、あの、ミスマッチな問題でして、いわゆる不動産の物件変動、177条からの問題です。正当率 89.、89.5%。いわゆるこれも A ランクもの、絶対に落としてはいけない。あ、違うね、これ A, A ランクものか。 A, A ランクものの絶対に落としてはいけない問題と言えます。で、こちらも、一夜したりとて、知らない、わからない、えー、正語判断できない。あってはいけません。で、これは、あの、どんな、あの、一年目の受験生であっても、絶対に聞いてるはずの知識ですし、これらの1、2、3、4、5の足を、えー、説明しない講師がいたら、もう見てみたい。 で、えー、本当にそれだけもとにかくどんな講師でもそれこそ時間をかけて説明する内容ですですから、えー、皆さんにとってもこの問題は絶対に落としてはいけない逆にこの問題を落としてしまった方がいらっしゃるのであればまあ確かにね1年目の勉強に何かあるのと同時にちょっとこれから先の勉強、えー、考えよう、ね。 やめようというのはいい諦めようとかねあのあの、えー、もうねあの脱退とかね、えー、そういうんじゃなくて撤退とかじゃなくて、えー、これからの勉強をちょっと正直ねどういった、えー、勉強方法にすればいいのかもう、えー、深く考えてほしいというねそういったあレベルの問題になってきます。で次いい刑法の25問、えー、5ページ見ていただいてこれ窃盗罪、まあ、窃盗罪はどの講師も山だって言ってましたよね。 えー、窃盗罪僕の山手当たりましたって講師がいたらちょっと私は正直それはみんな言ってたよって、まあ、去年あの去年などでやっぱりあの絶対出るだろうなんて言われたところはね <laughs>、まあ、あのどの講師も予想してたものを例えばどの講師も予想してた去年だと憲法の地え,え地方自治か去年憲法なんてのはどの講師も地方自治危ないよなんて言ってたんです。 <laughs> あのもちろん私も言ってましたし他の講師も「地方自治危ない」なんて言ってところがあの講義終わった,わった試験終わった後、えー、地方自治ほら出たでしょ」なんて言って、えー、ご自分のブログに「地方自治、えー、自分が山当てしたのがズバリ的中」なんて言って大きく掲げたらもう受験生に袋叩きにあってですねあの炎上してしまったなとていうとある予備校講師がいましたけどもまあそれぐらいにあのここもし窃盗罪僕の山当て当たりましたよなんていうことを言う講師がいたらちょっと正直多いっていう言いたくなるような。 まあどの講師も絶対出るよって言ってた窃盗罪だから皆さん相当準備をしてきたはずなのに、えー、思いのほか正答率伸びませんでしたこれ75.7%なんですねでねこの窃盗罪は、えー、先ほどの22問同様絶対に落としてはいけませんでこれあのちょっとやらしかったのが足の「あ」のところでえ詐欺罪っていうね問題が出てこれあの、えー、解答速報会でも言いましたけども足の「あ」はいわゆる何ですかあの これあの食い逃げするつもりで、えー、いわゆる無線飲食最初から食い逃げするつもりで無線飲食した例ですから最初から食い逃げするつもりで無線飲食した段階でいわゆるお金を踏み倒すつもりで、えーまあ、あの注文をすること自体がもう詐欺の実行の着手で,で一部食した段階だから一口食べた段階で、えー、246条の一行詐欺が起水ですね。 ですからこれはあの無線飲食の典型例として一向詐欺の起水罪じゃないかって多分誰しも気づいたと思うんですところがこれ文末を見るとその後おにぎり3つを上着の元に下に隠した上で店員に対してトイレに行ってきますと告げその居酒屋の外にあったトイレに行くように装ってそのまま立ち去ったこの場合 A には窃盗罪は成立するかどうか。 これあの当日、午前中の試験を受けてきた根本さんと森山さんと荻原さんと私、とある早稲田の近くの、えー、カレー屋さんで落ち合って私はまあちょっと登録してるので受けなかったんですけど <laughs> あの毎年、ねあのえー、受けてきた根本さんなんかと、えー、午前中の試験を受けてきたあとお昼、落ち合うカレー屋さんって決まってるんですね。でそこで落ち合っって第一声根がが言ったのが おにぎり3つは懐に入らないって言って、おにぎり3つを、ね、あの上着に隠すのおかしいと思いませんかって,なんて言って、私は受けてなかったら、なのことやらと思って、それ、それ何の問題って言ったら、刑法の問題で、僕はそのおにぎり3つを、ね、上着の下に隠すっていうのがあれは納得できないとか言って、なんかもうあの吠えてましたけど、いやそこかいと思ったんですが、まあ、でも多くの方がね、どうやらそこにあの詰まっちゃったみたいなんです、おにぎり3つを上着の下に隠して、これ、窃盗じゃないのって,、ね、っていうところで、 多くの人がね、このどうやら青を正しい足にしてしまったようなんですね。多くの人っていうのは、まあ、間違った人の多くがってことですが、で、えー、ところがこれもちろん、これ、えー、一行詐欺で起水である以上、不可罰的自己行為ですよ。不可罰的自己行為で、えー、もはや、これは、 足の「あ」に関してはさらに窃盗は成立しない、ね。ということで、えー、これはあのあ多くの人が「丸にしちゃってったってあの、えー、窃盗は成立しないで罰にし,しちゃった人がいたってことか,だか正解は「丸です正解は「丸ね窃盗は成立しない要するに窃盗ではなく一向詐欺だよいうようなところが、まあ、ちょっと確かにあの足の「あ」っていうね、えー、緊張して望むべ であろう一番目の足でこれだったので何らかの影響はあったのかと思うんですけどただそれをまあ甘く見たとしてもこれ間違えないでしょっいうレベルなんです。ですから25問を間違えちゃった方っいうのはやっぱり刑法マイナー科目ですけれども少しね勉強のやり方を今後ちょっと考えた方がいいねでむしろ25問正解したということが刑法の勉強に関してはちゃんと今までのねところを発揮できたという1つの基準にはなるかと思います。それれでではじゃあ29問会社法なんですけれども 解消、えー、法は今年めちゃくちゃ難しかったもう史上まれに見る難化ですから、えー、今,日今回解消法できない、ね、嘆く人多いですけどできなくて当たり前だったでであの検証会ではっきり言いますけれども実はね解消法は今年9問のうち何問取れたかじゃなくて5問中何問正解できたで合否を論ずるのが正解です。 4問は落として仕方がない問題だった、だから4問を落とすのはそれがどうしたんですか、ね、あの逆にそれを心配する必要は全くない、ね、で皆さんも先生、堂々、落としましたけど何かぐらいの姿勢でいていいんですね、あの落としましたけどそれが何かぐらいの態度でぜ、ね、ひいていただきたいと思うよあの、どの4問かちょっとここでは言いませんけれども、今年は9問中何問正解できたかで自分の成績を論ずる必要はない。 会社法は5問の出題だったと仮定して5問中何問、ね、取れたかというので皆さん論じていただいて構いませんですから会社法に関してできなかった問題をあなたたちの勉強が悪かったんですよというつも,つもりは全くないのですがそれにしても29問は取ろうよということなんです。29問問のの単元株についての問題こちら正答率は まあそそうは言っってもんんなな伸びなかったんですがですが、ね、75.5% 75.5%ででねも A ランクです、えー、落としてはいけない、A、レベルの問題で会場があんだけ難しかったショックを考えるとここはさすがにちゃんと取っていきたかったですからこの問題はやはり落としてしまったのであればそれはちょっときついよなと。 会社法のあのレベルの他のの、ね、レベルの問題を考えると会社法は絶対にここを落としちゃいけなかったよで逆にこの問題を落としてしまうということは会社法の勉強に何らかの原因がある、ね、と思ってください。さあそれではじゃあ今までのところが絶対に落としてはいけなかった問題、まあ、もちろんその他にもありますよその他にもありますけれども1年目の皆さんからしてみると、ね、これ検証会の時に絶対落としちゃいけないよという問題とあえて変えてます。 あさって検証会の時には絶対に落としちゃいけないよという問題をもうちょっと増やして、ね、説明をしていこうと思うんですがそれがやっぱり1回目の受験生の皆さんに置き換えるとその中でもあえてピックアップすればこの問題なんですでもしこの問題のいずれかを落としてしまったのであればちょっとねあの、えー、胸に手を当てて、えーね、お話を聞いていただきたいなというところ次の、ね、お話を聞いていただきたいなというのが1つあります。さあそれでではは、えー、今回あの個個数数が少なかったこともありましてまししてて会社法の中で まあ落とししてもしょうがないでしょっていう4問の中に実は含まれるんです後です、ねえー、あね今日は発,発表しないと言いましたけど「解消法4問落としてもしょうがないね」っていう4問中の2問は5、えー、前科目のいわゆる個数型問題、ね、個数算定問題はいずれも落としてもしょうがない問題に入りますそうなるならば個数の問題はまあ脇に置いといてあれはできなくてもしょうがないっていうね言える可能性が高いからです。じゃあやっぱり勝負は組み合わせ ないいしは単純正語というととううころにかかってくると思うではじゃあ組み合わせ問題の出題傾向これはもうね昨年と全く変わってませんですから例年言ってるところなんですが実は5子中5種分かる必要はないんだというところなんです。で、えー、5子中3子場合によっては5子中2子の知識の正誤判断だけで、えー、実は正解が消去法によって切れてくるということになります。 皆さん非常に司法書士の受験生真面目だから5子中2子ない子は3子しか分からずに消去法を使って正解に達したことをひどく謙遜される方がいらっしゃる。 いや僕の実力ではないあれはまぐれだ、ねえー、消去法でたまたま会ってしまっただけなんだ、ね、であの運が良かっただけなんです、ね、もっと実力は下なんですなんていうことを検証あの非常に、ね、あの謙遜されて、えー、言われる方がまあ多い、まあ、昨日、おととい、今日と自己相談していてもまあそんな方が本当に多くいらっしゃいますでその食べごとに言ってるのがその謙遜しなさんなんていうことで合格者だってやってるんですから。 で我々講師だって時たまやりますあの消去法をね本試験の問題を解くときにやりますから消去法を使って正解して何が悪いんですかっていうところそこをねまずあのもし思い違いされてらっしゃる方がいらっしゃったら消去法を使って何が悪いんですかっていうところを今一度確認してください消去法は使うべきなんです使わなきゃいけない使って、えー、合格をするかどうかを読み解い、うん、合格をするかどうかを、ね、判別する試験という形に今なってますから 消去法をを使うここととに対するる罪悪感をまず捨てることその上でその上ですよ、えー、実は消去法で使ってくる三足そして消去法では使わずとも済まされる二足これどうやら本試験委員も絶対に意識ししてて配置してます絶対にいそうです。で、えー、さらにね、えー、今年に関しては必要なあ知識としての三足の方に分類されたけどそれが来年あ違う違う。 今年に関しては知らなくてもいい2、ね、足の方で使われたけれども来年もし同じ知識が出たらそれは知らなきゃいけない3足に昇格するという、ね、ことがあるんじゃないですかだから今年だったらば知らなくてよかったけど来年はそうも言えないんじゃないですかというような質問もまた多くいただきます。 ところが書いてある通り生後判断が必要なだから知らなきゃいけない3足と知らなくても良い足は毎年固定しているある年に知らなくても良い足だった知識が翌年はね生後判断が必要な必要な知らなきゃいけない知識に昇格することは5年のスパンではないと思ってくださいいいですか5年10年超えたらわかりませんよ あの今年は知らなくてもいい捨て足だったものが5年10年のスパンでは、まあ、それが繰り返し出されれば知らなきゃいけない足に昇格することはあると思いますでも多くの受験生が5年以内に受かっていくことを考えると、えー、5年受かるでしょう皆さん受かるつもりでいらっしゃると思いますだったらね5年のスパンの中では昇格はないのであれば、えー、とりあえず知識を増やしなさんなということなんです。 へさにねあの重,要な重要なとかの皆さんの知識を増やしてしまうことは決してこれメリットにはなりませんむしろ知らなくていい足は、まあ、そっとしておく、ね、掘り進めない掘り起こさない、えー、自分の中でですね一生懸命こうあのなんだ、えー、理解しようと躍起にならない、ね、むしろ1年目の皆さんのこの今の頭の状況で、えー、知っている知識の、えー、精度を高める方が先だと思ってください。 1> 1年目の皆さん、だからそういう意味では非常にね、あのいかにその両者を振り分けて勉強するか鍵って書いてありますが実は今皆さんの頭の状況というのはおのずとその両者が振り分けられている状況なんです。 で実はそれすごくあの、えー、意味のあることでこれが2年3年と勉強を続けていってしまうと嫌でも、ね、その余計な知識を増やすまい増やすまいと思っていてもトーレンだもしだで、えーね、あの入れなくてもいい知識を入れてしまうことによって1年目、えー、自分の中で明確に分かれていたその両者の振り分けがだんだんとぼやけてしまうでもう一度頭に入れてしまったことは二度と知らない状態に戻せないんですね。 ですからそういった意味でねあの勉強を重ねると違った意味の不幸が訪れる切れた足が切れなくなるという知らなきゃ知らないで考えもできないから考えたってわからないから、ね、知らないものはもうどんどんパッパパッパもう知ってるものでなんとか判断しようなんとか知ってる足だけで消去法を使おうってしてたのがあれこれなんか前見たな、ね、あれでも丸かばつかはわからないな。 じゃあちょっと脇置いとこうじゃあ次行こう。あれでもこれもなんか1年目見た記憶あるなでもちょっとね正誤判断できるほど覚えてないじゃあ次行こうなんて言ってどれもこれも中途半端で、ね、切れた足が切れなくなるそういったことを言う中上級者がいかに多いかだから皆さんの今のこの1年目の状況ってねその2年目3年目の方にある意味で歯が立たない残、ねえー、敗具合だったとしてもですよそういう意味ではすごく重要なあの合否における重要な要素を実は今持ってらっしゃるんです。 それをねあの、崩さないでいてほしいで、中上級講座を実施する、まあ、講師である私の身からするとね、それはあの矛盾してるかもしれません、中上級講座、皆さんにあ,のある程度、知識を、ねえー、増やしていただくという面もありますから、でも、それ、実は私が講義するときにすごく意識してるのはそこなんです1年目の皆さん方の中でおのずと振り分けられている1年目に習った知識と、1年目に習ってない知識をいかに崩さないまま、1年目にお教えした知識を確実にするかって、ね。 そこにあの実は自戦力の方の講義では、えー、非常にあの心血を注いでますだから皆さんに下手な知識を増やすまい、ね、もちろん、えー、事の性質上話さざるを得ない部分もありますけれどもでも話すにあたっては一言必ず添える、ね、これは、えー、実は知らなくても解けるんだよというような一言を添えてね あのいうようよにはしてます最悪で,もですからそういったね今皆さんの状況というのは実は2年目3年目で、えー、変にかじっちゃった人から見ると羨ましい状況でもあるというのは一つお伝えしておきたいでその上でですよちょっとねそれを端的に表す問題をお話ししましょう。 えー、今年、えー、正当率何パーセントだったかそんな高くなかったえー、こんな低いのってちょっと私びっくりしたんです43.8%正当率は非常に低いです第14問目の民法の問題なんですねでこれいわゆる計算型問題共同提答のお自順位の代または、えー、物上代位の累積用等についてのこの共同提答についての問題ですでこの問題、えー、実はあ1年目の方 でも、多くの方が多分正解したんじゃないかなと思うんです。で、と言いますのも、この問題がまさに五市中三市の知識と、そうでない知識を振り分けろという。もう、もう、午前の三十五問中、一番もうピカイチの、えー、それが顕著に現れた問題なんです。これね、あ、い、う、この三足、知らない人いたら、出てきてほしいというぐらい。 もう基本のねどんな講師も講義の中でまあベタベタに説明するであろう、えー、そしてなんとブレイクスルーや実戦力の講義のテキストと同じ価格設定いわゆる6000万と4000万、ね、千万と千万でしたっけで,でも私あの図書いてておこれブレイクスルーの図持ってきたのって思ったぐらいですねあのまあね,ねだ第二順位の低等権者の再建額まで同じなんですよ。で4000万と6000万で A が5000万で C が6000万でなんてえ これはのブレイクスルーの問題から作ったんじゃないのって思うぐらいのまあ本当にあのデジャブ感たっぷりの足ああいう超標準的な問題ですでこれ×○○〇〇でしょ×○○〇〇だけでもうそれだけで3が正解だと分かるんですで片一方えとを見てくださいなんじゃこりゃっていう問題正直私も教えてません 15ヶ月ではもちろん教えてませんし実戦力でも教えてません。えとおに関しては講義でも教えていない。まあまあ要するに難,難易度があ高い問題ですよ。で、えー、私これ解いたときにえとおは最初からもう本試験の問題解いた一発目からもう解くのやめました。えとおを判断せずにあいうだけでもう3番が正解だとすぐ分かったのでこれ楽勝だなと思ったんです。これ80%超えるなと思いました。ところが蓋を開けたら、えー、それほどの正答率じゃないことに逆にちょっと驚いた。でも思ったんですよ。 これ初級の人はもっと高いだろうな生徒率と初級の人は多分60%以上の生徒率になってると思いますでも2年目3年目以降の下手に知識を増やした人を交えていくと43.8%まで下がっちゃう、ね、これはだからあのむしろねビギナーズラックなんていうねやゆする人もいますけどそれはもうビギナーズラックって何が悪いね逆に今皆さんがビギナーズでいらっしゃるんであればいい意味のビギナーズの感性をそのまま来年に生かしてほしいなというのがね、えー、あの皆さんへのアドバイスなんです。 でそういったねですから今の現状で、えー、自分が知っていると今の皆さんの現状で知っている知識のを確実にする勉強をしましょう、ね、今の皆さんの状況で知らない知識を、えー、知るような、えー、新たに、ね、習得するような勉強をしようとするつもりは全くないんだよと、えー、いうことをまず、声を大にして申し上げたいでは、じゃあどうすればいいのか8ページ以降ちょっとご覧になってみていただけますか8ページ以降じゃあどうはどうではどう勉強すればいいのか。 今の現状でなんとなく知ってる、ねえー、講義で習った気がする確かに過去問で見た気がする、ね、というなんとなく知っているという状態で、えー、残念ながら今年ねあの <laughs> 悔しい思いをされた方そのなんとなく知ってるを来年は確実に分かってる、ね、誰が何と言おうと正解できるという状態に持っていかなきゃいけないでこれねあの多くの人が勘違いしてるんですけど知っていると分かってるの差は大きな隔たりがあります。そそれこそ本当にあの、えー かなりの、ね、隔たりがあるだから知ってるというところから分かってるはもうあと一歩じゃないんですあと一歩なんていうのはねおかしいあの相当な開きがあるということをまず認識するね確実に分かってる状態というのは人に説明できる状態を指し例えばですよ、まあ、ここ今100人の受験生はいませんけど100人の受験生が、えー、うち自分以外の99人が罰だというでも自分が丸だと思ったら、ね、その丸を突き抜けますか突きつらね、うん、あのつつらね突きま貫けますか。 要するに99人が罰だと言っているで自分は丸だと思ったでも99人が罰だったら罰かなっていうぐらいじゃ分かってるには入らないと思ってくださいだから自分が丸だと思ったら何がどう言おうがね人がどう言おうが絶対丸なんだって、ね、そこについて確実な根拠確実な理由づけを持って人を説得できるぐらいその状態でなければならないんだってそれを多くの論点に関してそうなるとは言ってないんですね 2年目3年目の,その,あの方たちの失敗例を考えるにそ,のそんな、ね、多くのことについて確実に分かってる必要はないわけですから今の皆さんの現状で、えー、知ってるというかじってる内容をとにかく分かってるに高める勉強を1年間かけてやりましょうそしてその際にまた気をつけなければいけないのは先ほどの五、ま、子、あ、中三安子の知識にも匹敵するのですけれどもとにかくねあの分かってなきゃいけない確実に分かってなきゃいけない。 というものをまあ、とにかくいかに増やしていくんですけど、ただね。その確実に分かってるって人に説明できる状態を指すと言いましたけども、全てが全てね。今の皆さんの現状で、えー、習った内容を全てが全て、えー、人に説明できる状態にまで高めていく必要はでも実はないね。下に丸に書いてあります。 制度趣旨を丸ごと言えなければならない箇所だからつまり人に説明できるように、まあ、だから講師になるぐらいの、ね、レベルまでとにかく完璧に理解をしなきゃいけない箇所といや要件だけを暗記していけばいい箇所またはキーワードだけをつかんでおけばよい箇所というのはやはり明確に意識した区別した勉強をしてほしい。 ですからまあ確実に分かってるに高めなきゃいけないんだけれども、ね、その分かっていて人が99に反対だと言っても自分は丸だと思ったら変えないというね自信を持っていくように高めてほしいんだけれどもそのえ掘り進め方は必ずしも一辺倒じゃないんだよすべて,、ね、てがすべて制度趣旨丸ごとね言えなきゃいけない、ね、というわけではないむしろ要件と効果だけ暗記していけばいいんだ、ね、またキーワードだけ掴んでおけばいいんだ、ね、というふうに何をね、えー どこまで習得するべきかというのは論点ごととに異なるいいうのをやはり意識ししてほしいんですよくあの私が言うのが即時取得の要件法定地条件の要件、ね、これは一言一句完璧に覚えていなきゃ受かりません即時取得の5つの要件言えます、えー、法定地条件の3つの要件、ね、これはもう確実に全て一言一句言えなければまあ受からないわけですところが留置権成立の要件ってどうですか 留置権成立の要件、総裁適、ね、なんていうものは実はあのそれぞれ留置権の成立の要件総裁適場は完璧に一言一句覚えておくような要件ではないんですねむしろそのキーワード例えば留置権だったらばいわゆるあの非担保債権が弁債権になってることとかねあとはの不法行為によって占有が始まったことでないことなんていうキーワードを覚えておけばよかったりするんですね。 で総裁適場だったらば、例えば児童債権については少なくとも、ね、弁裁機が到来していることとか、ね、同種の目的を持つ債権であることなんていうキーワードがつかまえていればよい、でそういったその、えー、要件一つとっても完璧に覚えなきゃいけない即時取得タイプの要件と、えー、そして、えー、や、キーワード、例えば不法行為によって始まったっていう不法行為っていうキーワードがね分かっていればいいタイプと、非常にあのおバラバラなんだと。 それを例えばすべて完璧に覚えなきゃいけないんでしょって姿勢の勉強をしてしまったらやりすぎになる逆にすべて総裁的上的にキーワードさえ覚えておけばいいんでしょって勉強だったらやらなさすぎになっちゃうでこういったような何をどこまでの深さやるのかというのはやっぱりその論点ごとに見合ったね勉強をしてほしいそういったようなところをやっぱりこれから先意識した勉強をしてほしいなというのが1つ皆さんへのアドバイスですそして丸さん勉強にはその点を学ぶべきベストな時期がある ことしはあまりにあの点が取れなくて悔しい思いをしたじゃあもうとにかく、ね、年内からアウトプットアウトプット、ね、もうとにかく年内、ね、やり残した問題をひたすらアウトプットやるんだ。 うーん年内はアウトトプットじゃないんですねやっぱり年内はあ知識の土台を作っていこうと、ね、インプットをしてそしてあの一きにたくさんの科目をやるよりもむしろ一きに1科目ずつでもいいからねしっかりと土台を作っていくで年内そうやって少なくとも、えー、土台を作っていけば、ね、年明け以降にその土台の上に、えー、発展的な知識を多少積み上げていく。 そういったやっぱり学ぶべきベストな時期というものを意識した勉強をしていかないと闇雲みみの勉強は失敗の元だよというようなことをやっぱり申し上げていきたいと思います。じゃあ年内にやっていくべきことは何なのかというところをお話しすると。 少なくともも、ね、科目ずつででいいですとにかく全科目最低でも主要科目プラス民粛系についてのインプットは終わらせてほしいテキストじっくり読んで、ねえー、しっかりとです、ね、あの自分の1年目の,、ねまあ、あのなんとなく分かっている状態を脱却するべくしっかりとインプットしていくそして、えー、今年の問題を見て1つ追加したことといえば民法の条文を年内に一度読みましょう。 民法の条文を年内に一度読みましょう。で、ちょこ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 条文を確認するという勉強をしていた方であっても、やっぱりあの塊で読んでいくという経験がどうやらもう避けられないようです。で、それがあの今年の第4問、えー、不在者財産管理人についての条文問題。まあ、あれはもう d ランクものですから、まあ、全く解けなくても良かったんですけど。でもね。それは今年だったから良かった。で、あの来年、この手の条文問題が出た時に。 いやあの条文、ね、読んでないから解けなくてもいいんだよっていうのではもう済まないかなとここまで条文問題あからさまに出ちゃうともう条文やれっていうメッセージとしか思えないでこの傾向は来年変わったとしてもね来年変わるかもしれませんよまた来年あの条文問題を外れてしまうかもしれませんけど条文の勉強していて損をすることは絶対ないのでだったらね来年この傾向が変わったとしても、えー、全くねあの損にはならないのであればや,やらないよりやったほうがいい 条文を一度しっくり読むということ。で、四問だけじゃないですよ。四問目だけではなくて、第十二問。あ、違う,違う、十二問じゃない。ごめんなさい。十二問じゃなくて、自、え、信、ー、持って言ったのに間違えました。十問ね。十問。十問。地上権についての条文問題。これ単純正誤型問題だったので、消去法が使えない。 いわゆる地上権について、いわゆる引き続き2年以上地代の支払いを怠ったときは、その土地の所有権は地上権の消滅を請求することができる。これがあの丸の足だったんですけど、引き続き2年以上地代の支払いを怠ったときはその地所有権、その土地の所有者は地代の地上権の消滅請求できる。これはそのまんま条文通りなんです。これ読んでなきゃもうお手上げだった。単純正語だと、たった一足がわからないと、もうね、アウトなんです。 4足が分かるか、たった正解の1足が分かるか、当然、費用対効果は1足は分かるに越したことないで、1足が条文知識で来ているということを考えると、やっぱりこうやって2問まるまる出ちゃってるという現状を見ますと、民法の条文を年内に1度、1度でいいですよ、2度、3度とは言いません、1度じっくり読もう。<laughs> そして、えー、やはりあの 記述式、ね、出ましたし、午後の方でも午前の方でも出ました26年会社法改正、27年の消灯規則、まあ、不動産規則、不動産登記法、不動産登記規則も要するに会社法人等番号のところですね、についての規則改正というものも出題されてしまいました。ですから、この改正点についてですね、もはやもうこれは正直出すぞと。で、今年はあの会社法の34問目。 特定責任、まあ多くの初級の方何それっていうねで。私も教えてません、で実践力の方でも講義で教えてませんでしたのでまあ皆さんから叩かれましたけども私は別に叩かれてもこれはもうあの、えー、謝るつもりはありませんとりりいうかあのどうせ皆さんできないんです。 あのど,どうせででできなないいんすすよあのあのバカにしてて言ってんじゃないんですよこれはあの20%前後の正答率でそもそも合否に全く影響しませんだからこれはもう基準点を1点下げるだけの、まあ、ある意味ねそういった意味で判断しようもない問題なのでもうある意味その苦労と慣れしているベテラン勢はもう1行目から解くのをやめましたって言ってる人が、ね、結構いらっしゃった、まあ、それはある意味賢明な判断だったやっても解ける問題じゃないので、えー、まあこれはしょうがないとは思うんですけど今年だから良かった 今年だから34問目特定責任の問題は解けなくても全く問題ないだけどこれが来年出たらそうはいきませんよいいんですかあの先ほどね、足レベルで捨て足になるようなあ知らなくていい足は5年のスパンで知ってなきゃいけない足に昇格する恐れはないと言いましたが問題単位で出ちゃったものに関してはもうそうは言えないんですこれが、ね、長年の傾向問題単位でバンって出ちゃったものに関してはもう一度出ちゃうと既成事実になります。 となると、なるやはり26年改正、ねえー、もうはや逃げも隠れもできない完全親子会社関係なんかについてね、やっぱり去年、私も説明しませんでしたけどこれはやっぱり、えー、インプットを今年は、ね、意識していこうそして、えー、知らずに済ませたいのは山々なんですが知らずに済ませるわけにもいかない実は今年の秋商業登記法規則が改正されます。 今年の10月施行予定ということで、来年の本試験はもう影響しちゃうんですが、商業登記規則の28年改正について、こちらについてもやっぱり避けては通れないということで、これ、記述の添付処理に影響してしまうので、さすがにね、ちょっと見て見るふりはできなさそうです。となると、これについても年内からアプローチをしておきたい、でさらに記述に関して言えば、えー、記述のひな形や基本論点の確認を完璧にしていこうと。ね。 えー、記述についてはねちょっとあの6番でもお話をしようと思ったんですけども記述については皆さんあのもしあの次のように思ってらっしゃったらねちょっとそれを全力で止めたいと思います。それは いいですかあの1年目にもらった記述2科目答案作成テストファイナル答練公開模試などの、ね、問題でちょっとやらないで回避しちゃった記述の問題がある、ね、例えばベストセレクト問題集をやろうと思ったけどできずじまいで本試験も書いちゃったファイナル答練公開模試やってない記述の問題があるであまりにも記述が、えー、残念な結果だったのでじゃあね記述の実力を落とさないためにこの夏からですね、えー、手持ちの本試験レベルの記述問題をコンスタントにやっていこうと思ってらっしゃる方。 絶対にやめてください絶対にあの記述の本試験レベルの解いてない問題をこの年内のうちからコンスタントに解いてせっかくね、えー、それなりに上がった記述の実力をまあ上がってなかったとしてもね、えー、記述の実力を維持するかもしくはより伸ばすかのために本試験レベルの問題を年内からやろうと思ってらっしゃる方がいたら絶対ダメですよやっちゃああのねあのこれ2年目3年目の受験生の方だったら皆さん承知のことなんですが記述っていうのは卓一以上に早く落ちます。 傷述については、ね、あの正直1週間に1問以上新作問題をやらない状態が3週間続いたらもうね本当に34ヶ月前の状態に後退しちゃうので傷って卓一時に早く実力が落ちるんですね。でむしろそのあ,のある程度ベテラン受験生の方はむしろ落ちていいということは皆さん知ってます。 でところがねやっぱ1年目の受験生の方はせっかく伸ばした実力を落としちゃいけないんじゃないかと思ってしまって、技術の実力をむしろの、ね、維持しようと躍起になっちゃうんですけど、それをやったらですね、えーはいまあ、失敗は日を見るより明らかなんですで。むしろ技術については今までの実力をもう1回落としてください、もうあの本試験レベルの問題やらなくていいですから、本試験レベルの問題を次やるのは11月とかでいいんです。 でそうなったら、もう依然としいずれにしても絶対実力は落ちるんですけどもう落とすもんだと思ってください。やらなければ落ちます。でも落としていい。で落とす代わりに択一の方を先にやってほしい。択一の知識をしっかりと固めてほしいんです。ですから不等法、小登法のいわゆる洗礼の知識、刀剣の知識、ね、そういったところを今一度、ね、あの固めてで土台を作っていく。 でまあ、まず先に卓一が伸びそしてその後記述という順番はねこれ絶対に間違いありませんから、えー、まず先に伸びる卓一を伸ばしてほしいそしてその卓一を年内しっかりやっていくことによって確かにまあ記述の、ね、実力は落ちちゃいますけれどもそのボトムアップができる、まあ、要するに、ね、あの底上げができる。 次に記述を落ちるだけ落ちて落ちたところから秋口以降また伸ばしていくんですけどその秋までのところに不等法の択一をしっかりね勉強していれば、えー、不等法の択一知識が身につけば落ちた先の底が上がるんですね。 だからある程度底上げになるってことあその、えー、落ちるまで落ちたと思いきや卓一知識をしっかりとね,ね秋までにつけたことによってボトムアップだから底上げになるね若干の底上げのところから記述を上げていけばよい。 本当にだからもう記述については一度落とすつもりで何も年内、釈迦歴にやってない問題をやるなんてことは絶対にやめてほしい、連携申請なんかの問題は、ね、もうとりあえず今、干しておきましょうで、ベストセレクトの問題も来年また新しい班が出るかはちょっと未定ですから、むしろやってない問題をやってないまま残しておいた方が、ね、将来のため、来年のためとも言えるんです。 ですから、まあ、とにかく記述は基本のひな型基本論点の確認そして択一知識のいわゆる習得に躍起になってほしいで記述の点数が伸びない場合、えー、絶対に記述は伸びますからもう記述怖い怖いなんて、ね、言う方本当に多いんですけど記述は絶対に伸びるでまず1つの要素はさっき言いました択一を身につけよう択一知識から記述を作ってるんです。 だから、択一知識の方が先に伸びるから、まず択一を身につける。で、書いてありますね、択一の点数が高止まりした後に記述が伸び始めます。高止まりしないことには、記述は伸びるものも伸びない。高止まりしないうちに伸びる人も確かにいるんですよ。記述が、あの、択一が発展途上なのに、記述が伸びていくって人いるんですけど、面白いかな。あるところまでいくと、ピタッと伸びなくなっちゃう。で、本試験の合格レベルの前で足踏みしてしまう。 でなんで先生、僕、記述突き抜けないんだろうって、えー、よく直前期に質問を受ける、いろいろ検討してあげるとあ,あなた、卓一が伸びてないからだよで、えー、ある程度まで行くんだけどもそこから先伸びない方は卓一の底上げをしてあげると、えー、ポンと抜けたりするなんてことね、まあ、長年見ていてよくわかります。ですから、そういったようなことを一、ね、つ知っておいてほしいなであと、記述が伸びる2つ目の要素はとにかくひな型。 別に私がひな型コレクションで書いてるからとかそういうことじゃなくてやっぱりひな型なんです。例えば、例えば今年の問題で言えば、えー、そうですねさっき言ったあの抹消一括申請できなかったってあんなのは知らなくてもいいんですけども例えばですよ今年の不動産登記法の記述で言えば、えー、共同提まあそこまでたどり着かなかった方もいらっしゃるかもしれませんが共同提答権設定括弧追加の債務者の書き方、ね、債権の範囲の書き方あそこら辺のところを間違えた方はもう大いに反省してほしい。 あの本当に15ヶ月の受講生なんかでも普通にこれを教えてますから債権の範囲寝定当権者どこどこにつきなんとかなんとかとかねえー、債務者、ね、寝定当権者誰々につきなんとかなんとかっていう書き方こういったところがやっぱりおぼつかなかった方はやっぱり雛形の問題ですそれからあ商業登記法に関して言えば新株予約権の行使だとかね まあ監査等委員会設置会社はまあ確かに私も言え出ないんじゃないのなんて言っちゃった口があるのでちょっとあ,のあまりねあれあれあれ書けなかったらだめですなんてそこは言いませんけれどもその例えばえ新株予約権の行使期間満了だとか新株予約権の行使などについての記述はやっぱり書けなきゃまずいえそしてあの社外取締役のねある意味退任の登記をどう書くのかとかね えいうようなところはもうこてこてのおひな型知識ですからそういったところはあの侮らずにやるそして3つ目の記述を確実にする要素がとにかく場数を踏む場数は秋口以降に、ね、だから秋まではいいんですけどとにかく場数を踏めば必ず伸びますでこれあのー、よく言ってるんですけど合格者のですね方たちに伺うとその多分ね あの生涯枠,枠,枠ずれ回数とかね生涯その失敗した記述の回数なんていうのは生涯って平ですね合格までの間に枠ずれをした回数合格までの間に消灯法を大きく失敗した回数って多分ね1回で受かった方も10回目で受かった方も多分その失敗した記述の回数って同じなんだろうねって話をねこの間あの名古屋の合格者の方なんかとちょっと話したきっかけがありまして。 話話したた時に、ね、その話題になったんですよつまりあの合格までにやらかす枠ずれの回数って多分何回目合格者でも同じですよねって話になって、ね、つまりあの1回で受かった人はそれだけその1回目の受験までの間に場数をとにかく踏んでたんです、ね、例えばなんかその場数を踏めば当然枠ずれの回数も増えるわけですよ。 でも、枠ずれの回数をとにかくね、例えば40回やらかすとしますよ。まあ、40というのは適当ですけど、数としては。40回だとすると、40回の枠ずれを、えー、ね、あの1年の間にやらかすということは、それだけ、まあ、枠ずれしない問題もあるでしょうから、それだけの枠数を1年内にちゃんと解いたってことです。でもそれが2回目、3回目で合格された方も、例えば、えー、1年目からトータルで40回の枠ずれをするとすれば、それはその4年かけて40回分の枠ずれをする程度の問題を解いたということ なんか多分ねどんな合格者でも、えー、今まで合格するまでの間に失敗する記述の回数って多分同じだとそうであるならばやっぱ、ね、必要枠としてある程度の、ね、失敗というのをやらかさなきゃいけないだったらそれをここから来年までの間に場数を踏むことによって早くこなしちゃおうよともちろん去年の失敗した回数は含めていいんですよ含めていいんだけれどもそれが多分、えー、合格者がやらかす失敗の回数に皆さん届かなかったなと思います。 だったらばそれを今年から来年の間に数を増やし失敗の回数も当然増えていくある程度の失敗をやらかせばおのずともはや失敗しなくなってきますそういった必要枠は早く終わらせてしまうでもそれはまあ秋口以降ですけどねそういったようなことを一つ覚えていただい思えていたあの考えていただいてとにかく択一を伸ばすひな型を覚える場数を踏むこの3つの要素が何一つなく欠けることなくね備われば絶対記述は伸びる。 そこはもう声を大にして言いたいと思います。さあそれではじゃあの次の９ページ <laughs> 一応ねあのタイトルがタイトルなので話してくれって言われたんで話しますが、私はあの今年あのまたまたの例年よろしく実践力パワーアップ講座を全科目受け持ちます。で自分が受け持ってるからっていうわけじゃないのですが、正直あの二年目講座受けなくても受かる人は受かると思ってます。 でえー、過去に私の1年目の受験生の方で2年目講座を受けずに、ね、受かった方なんてたくさんいらっしゃいますですからあの絶対受かな取らなきゃ受かんないよなんて言う必要は全くないですし言うつもりもありません。なんですがあの長年担当してきて分かったことはその向き不向きが非常に大きいとだから2年目に受かる方がね、えー、10人いったとして。 でえーまあュニいたとしてというか2年目に受かる方の特徴としてはやはりあのおこういった講座を取らないとお受からなかった人と、ね、取らなくても受かった人とで実はね取らなくても受かる人というのは取っても受かるんです。あの要するに講座を取らなくても受かる人だか自分のペースでちゃんとスケジュール立てて、えー、やり込める人は、ね、取らなくても受かる人取らなくても受かる人は講座取っても受かります。とところがが取らないと受からなないい受か人が 講座取ららなないいと受からないんですね <laughs> ら要するにあの取らないといけない人が「いや大丈夫です僕はね今までと,えとねあの人が変わったようにスケジュール組んでやってみます」っって。 時々ねあの大丈夫です、僕はあの、えー、生まれ変わったようにねスケジュールを組んで、ちゃんとスケジュール通りに頑張っていきます、ね、僕は変わるんですとか言ってあの宣言してね、じゃあいいよ、分かったらサポートしてあげるから、ね、ところが1ヶ月おきぐらいにちゃんと報告にはおいでよと、ねえー、今どこやってるのかちゃんと報告に来ればねリスケしてあげるから、じゃあそれやってみなって言って、スケジュールだけ組んであげて、えー、じゃああと自分でやってみなって言って、あの本人に任せた、ね。人人中3人が 失敗しますであのお一昨年笑っちゃった笑った笑ちゃいけないんですけどあのそうやって「僕変わります」って言って宣言して、ね、あの自分でやりますなんて言ってで頑張ってあの始めた人半年後に、ね、やってきて「先生僕は分かりました」何が分かったの?」人間は変わらないということが分かりました」っていうあの年末にあの、ね、やってこられて「人間変わらないということが分かりました」え、半年で分かったのそこだけ?」って言って「いやそうなんで半年で分かったのは僕は人間は変わらないということが分かりました」「先生すいませんでした」とか。 まあ、ね、1ヶ月おきにあの相談においでって言ったのに大体も半年間ねそ相談に来なかったこと自体がもうそもそもあれなんですがまああのねその方のあれですよ、えー、3年目だから去年ですけど去年はあの黙って実践力取ってであの昨日来ました昨日ねちょっとこれ聞いてないことを祈りました昨日来て322年。えーえー30 20 7とかだったかなだから記述、まあ、も大きく失敗してないということだったら大丈夫なんじゃないなんていう話をしてね本人も満面の笑みで入ってきましたけれども、まあ、あのその方はね非常に顕著な例だとしても、まあ、ちょっと皆さん胸に手を当てて過去にあの赤ペン先生の類を貯めちゃった経験のある方は、まあ、ちょっとなかなかあのーペースメーカー的なものがあってもいいのかなと。 ただもちろんこういうパックをね必ずしも利用しなきゃいけないわけじゃありませんから科目別も含めていろいろねレックは、えー、バリエーションを豊かに提案してますのでどうぞあのパンフレットをねご覧になっていただきたいんですが一応あの説明させていただくとうー基準点が大体いい午前択一で17から24問前後午後択一で15から22問前後ぐらいまでの方にお勧めするのが実践力のパックの中でも実践力パワーアップ 合格パパッッククというパックなんですこれねあの皆さんにあの今日お渡ししているパンフレット、私のねもさんがなんか偉そうになんか表紙になっているパンフレットの、えー、19ページのところに載っております。ですから、あぜひねこれ、おすすめかなと。でちょっとそれよりも点数が下回ってしまった方には、さらにそれにウォーミングアップの10回の講義をつけた実践力パワーアップオールインワンパックという、ね、パックを提案しております。で 10回分プラスされるのに、まあ、プラス1万とかという値段設定もあって割とあのあプラス1万ちょいという、ね、値段設定もあって多くの方がオールインワンパックを利用されているようですが、えーまあ、オールインワンパックについては、えー、実践基礎力集中マスター講座とかいうのがプラス10回ついているのですがこれは後で説明しようと思いました。あのセルフレクチャー まあ、うちの私のクラスの15ヶ月合格コースではもうすでに使っていたものですがセルフレクチャーをあの本当にその中でも重要なものをまあ、うん 1> 5分の1ほどピッックアップしましまてですですからちょうどあのウォーミングアップ本体の実践力の講義にうまくつなげていただけるような、ね、ウォーミングアップ講座になっているかと思いますのでテキストも何にもいりませんテキストも何にも使わないでとにかくセルフレクチャーという、ね、アイテムを使って、えー、基礎の基礎を叩き込みましょうなんていうのが10回分プラスされていると思ってくださいこれがうまく実践力の講義の方に橋渡しできるようなシステムになっています。 そして一番実践力の特徴は、やはり、えー、こんなこと言っちゃうとね、あの元もともともないんですけど、一番の特徴は、実は皆さんに知識を買ってもらうんじゃないんです。これペースメーカーとして、まあ要するにペースメーカーをお金で買うというね、 そういい。っった性質があると思ってくださいやっぱり一人でやって多くの失敗先ほど5人中3人が失敗すると言いましたけど多くの失敗はなんせ自分の好きなようにできるもんだからもうやりたいも放題民法にね心ゆくまでやる気持ちゆく民法を勉強して自分も実力伸びてる感じがあるからすごくね気分よく勉強してるところがやれね半袖の季節が過ぎ長袖の季節になってふと11月ぐらいに「あれ ちょっっと待って今11月だよねとなんで僕民法やってるんだろうなんて言って、えー、もう慌てふためで私のところに来る先生年内で主要科目のインプットを終わらせるつもりだったのに今僕まだ民法やってるんですけどみたいなことを11月に言ってくるってね。ね え民法なんて言ってねちょっと民法ダメでしょそれはって実践力もう解消法入ってるよなんていうようなアドバイスをねするんですけどでも,でもうそ,そうは言ってももう11月ですから結局やっつけで、えー、あと2ヶ月のねスケジュールを私立ててあげますよ立ててあげますけど大体そういうねあのやっつけでバタバタのスケジュールになってしまえば、まあ、そのあとねお世せ話せになっちゃった科目はどうなるかは日を見るより明らかと。ですから やはりねペースメーカーというのは非常にこう重要なので何をどこまででね、えー、やりきるかというそのペース配分というものを一番でこうある意味講座に乗っかることによって恩恵に受けるのかなと、ね、思いますで。今年はあの通学渋谷駅前本校の通学クラスは週1回だけレクに来ていただければいいようにしました。で日日クラスねまあちょっとあの国民の祝日はあのお祝日にも2個もね、えー、詰め込んだので、えー、多少1週間に2回になる週もありますが基本週1です。 そして年内で主要4科目がすですから社会人受験生があまりにも多いのでちょっとそこを配慮しようと、ね、いうことにさせていただいたんです。でマイナー科目に関しては、えー、通信の方のお便宜を配慮しまして。 あの昨年の講義を、えー、今年年は流用いたします昨年の実践力の講義をも、えー、お申し込みされたその日からウェブで配信、えー、聞いていただけるようにしましたですからご自分のペースで年内に、まあ、例えばお盆休み中ぐらいにマイナー科目聞き切っちゃうとかねまたはあの年末年始のお休みの時に聞いてしまうなどでもいいです。マイナー科目を自分のペースで特にあの主要科目の配信が通信クラスだと8月お盆明けになってしまう点 でそのやる気があるのに8月お盆明けまでですね、えー、マイナー科目あー違う違う主要科目の配信がされないねそういったあの声を長年受けてましたのでだったらマイナー科目、ねえー、その配信がされない間に自分のペースでどんどん聞いちゃってということができるように配慮されていますであのー、ただもちろん、えー、改正はないとは言ってですね傾向の変化というのはありますから 傾向の変化に関してはアップデート講義を、ね、プラス1コマつけることによって、えー、来年の試験にはちゃんと配慮をしていこうと思います。これが大きな今年の特徴です。そして15ヶ月のコースの約半分になってますから初級講座の2回分の内容を1回に凝縮します。ただ、えー、じゃあその倍早いのかということではそうではない。はしょる部分は読めばわかる図表などのところを読んでいてねという形で時間をはし,りはしょります。 いわゆる制度趣旨要件効果については決して省略しませんので、えー、安心してくださいそしてパフトローラー講座のようにねあのやらない部分とやる部分というふうに明確に分けはしません網羅的に全ての分野について説明をしていくつもりですそして今年からはあの記述についての講座も私が担当しますので、えー、記述については あのちょうどね15ヶ月合格コースの受講生の方はいわゆる「記述解放」の講座っていうのが15ヶ月にあったと思うんですねいわゆる実際に実況中継しながらどうやって解いていくのか実況中継しながらそれと同時に記述固有の論点について解説していくとああいったねあの実況中継的な講義を交えた記述のテクニック面そして記述固有の論点についてもちろんひな型についてこういった講義を10回ね え私の方で担当していきますので、択、え、一、ー、編と一貫指導を、ね、今年実現できます。ようやく実現できました。あの今までやろうやろうと思ってたんですが、なかなかできなかったのを今年から実現する。そしてこれはもう今年紅用ではありませんが、セルフレクチャーを今年もバージョンアップして皆さんに提供します。でセルフレクチャーに関してはあのー えー、今年あの一応ねちょっと時間がなくて憲法、民法しか出題実績どの程度カバーしているかっていう検証ができなかったんですけどちょっとそのうちの一部を10ページ以下に載せておきましたでこのセルフレクチャーはあの先ほど5子中3子の知識、えー、それを増やしなさんなといったまさにその観点で作ってるんです。 例えばねあの11ページのところにありますけども、これ、正答率が何パーセントだっけ、この第6問って、なんか20%台だったら、すごい難しい、第6問、まあ、多くの方が落としてしまったんですけど、この第6問だって、その実は、えー、ある足に関しては、そんな難しくなかった、例えば、この第26問で言えば、足のあうえ。 「あ,あうえ」に関しては私15ヶ月合格コースでも提供しているセルフレクチャーでちゃんと答えられるような内容を実は出していたんです。ここのの問題だだったたらこのあうえだけで切れたよね でまさにそういう観点でセルフィクシャーって作ってるんですねすべての足の整合判断ができるような完璧なものをもともと作っておりませんむしろこの足だけをねしっかりとこの程度理解してほしい聞かれ方も違いますよねあの問い方も「ナなんていうのは11ページの「アは空欄穴抜きタイプの聞き方をしてるで11ページの「足の「ウは全部答えなさい的な聞き方をしてるでこのようにあの空欄穴抜きの問われ方をしてるものは空欄の部分だけが分かるのが合格レベル でそれとも全部答えなさいという聞き方をしているのは全部答えられるのが合格レベルというようなこう出され方についても何をどこまでというのを配慮しています。ですからこういうふうにその合格に必要な3種の知識をこちらの方でピックアップしてその問い方も、ね、あの検討した上で皆さんに提供してまいります。 で12問目に関しては全足カバーしてましたね。えー、12問目に関しては全足セルフレクチャーでカバーしてましたと。で15問目に関しては先ほどあ、15ページの14問目に関してはさっきの共同定イですよ。で共同定はアイは R E U だけ分かればいいって言ったこの R いう。あいうについてはちゃんとやはりセルフレクチャーでカバーしてたんです。これ実際に去年皆さんにお渡ししたセルフレクチャーです。後から手は入れてません。 ですからあのこのようなものをね今年はさらにバージョンアップして皆さんにお渡ししますのでぜひね、えー、復習の際に一体何をどこまでやればいいのかというねその悩みを解消するアイテムとして、えー、ぜひ皆さんに使っていただきたいとね、えー、思いますこれはあの今年もねちょっとさらにのバージョンアップを期待していただけるよう手を入れますので、ね、どうぞご期待いただければと。 ということであのまだ検証会がね今日の今日の現在まだ実施されていません、私もまだあの正直、えー、最終的なあの偏差値等を見てからね最終的なお話をしたいなと思っているのであまり踏み込んだことはお説明しませんでしたけれどもあのぜひ皆さん方、ね、あの、えー、1年間勉強したことこれはもちろん、えー、これから勉強を始める来年1回目受験生よりも大きなアドバンテージです、ね。そそして、えー、今ねこののの年目ならではのその 重要なところとそうでないところの振り分けができるというのは、なまじ受験回数を増やしちゃったベテラン勢よりも、実は非常に大きな財産であるということを知っていただいて、下手に情報を増やすことなかれ、今ある知識のところをいかに確実に固めていくかというところ、そこに専念する、ね、1年間を暮らしてほしい、過ごしてほしい、そして民法改正が TPP さまざまであの1年ずれ込みましたので、どうやらあの民法改正の再建法大改正ですよ、あれがあの初年度出てくるのは、 平成31年、にずれ込むんじゃないかというのが濃厚だと言われています。まあ、ずる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 ずれててね、なんだかだって感じなんですが。まあ、あの、皆さんにとっては悪い話じゃないと思う。 ですから、その間にね、とにかく1回で、えー、合格、一回じゃない、次の試験で、ね、合格をしていただいて、えーねあの、リベンジを図っていただきたいなと思っているところです。それでは、じゃあ,あの、私からの話は以上とさせていただいて、今、生渋谷で聞いてくださっている方のみ、えー、このあと、個別相談のお時間、ね、えー、とさせていただきます。今あの、レックの各本校で聞いてくださっている方は、私、この後あと7月、各レックの本校に出張で行きますので、またその時等にね、どうぞご質問ください。えー、差し当たっては明日梅田 に行きますので、でえー、渋谷で聞いてくださっている方はちょっとこの後ね。あのー、個別相談の時間を取らせていただきます。それでは、あのー、私からの話は以上で終了させていただきたいと思います。皆さん、ご清聴どうもありがとうございました。<coughs> 終了でね。